たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスジャンボ恐竜ブラキオサウルス。ブラキオサウルス。巨大なものは身長23メートル以上、体重は100トンを超えると言われている。しかもブラキオサウルスの仲間たちはジュラ紀から白亜紀にわたる1億2000万年もの間地球上で栄えた恐竜である。それは我々人間がこの地球上に誕生し現在までに過ごした年月のざっと40倍でもある。ねえレディー、そろそろ我々も引き上げましょうや。とんでもないよ、私はそう簡単に諦めたりはしないんだから。しかしレディー、ボンフリー隊の奴らだって。お黙り、お前なんかに私の気持ちが分かってたまるものかい。恐竜は私のパパの敵なんだ、一頭たりとも生かしておくわけにはいかないんだよ。分かったね、リック。ジュリーや、どうしたんだい。あ、リック、あれを。見たところちっぽけなやつらしいからね、ロープで引っ張り上げて、それからじっくりと。へい、合点。リック、今だよ。へい。それ、一気に引っ張り上げておやり。
あ、レディ。いてててキクショウ、あいつ殺してる。ですがね、今度のやつはちと大きすぎます。あっしらの叶う相手じゃありませんぜ。冗談じゃないよ。私たちにできなきゃあいつらにやってもらうまでさ。え、誰にでしょ。決まってるじゃないか、ボンフリーにだよ。ボンフリーに。ここはね、生きてる間に使うもんなんだよ。しかしうまくいきますかね。安心をしよう、私にいい考えがあるのさ。必ずボンフリーはやってくるよ。たった今、インド空軍のパトロール隊から連絡が入った。それによると、君たちが行ってきた例の島で恐竜を発見したそうだ。そんなバカな。我々は島のあらゆる場所を。博士、またインド空軍から連絡が入ったんですが、恐竜は島の中央部の沼に生息して、種類はブラキオサウルスの模様です。ブラキオサウルスっていうのはものすごくでっかいやつだぜ。変ね、水中レーダーにも映らなかったのに。とにかくすぐ出動するんだ。頼むぞ。わかりました、モンフリー隊出動。私らをからかってるみたいじゃないか。ボンフリーですね、うまく罠に引っかかったようですね。直ちに島の恐竜の捜索を開始する。ガラはシーガルで空から陸上を、我々は水中レーダーで沼の捜索を行う。はい、わかりました。ねえ、ジョージさん。なんだマサオ。僕はドンと岸辺の様子を見てくるよ。足跡なんかがあるかもしれない。よし、わかった。マサオは陸上の捜索をしてくれ。はい、ドン、さあ行くぞ。さあ、沼の捜索を開始するぞ。レゴ、レーダーの用意はいいか。はい、準備 OK です。ゴーさん、出発だ。了解、出発。ゴーさん、もっと沼の中心に近づいてみてくれ。了解。こちらの恐竜捜索を開始して3時間。不思議なことに、空からも沼からも恐竜の手がかり一つつかむことができなかった。あ、どうしたんだドン。それに食べかけの実もある。これが餌なんだな。よし、みんなに知らせなくっちゃ。ねえ、見つけたよ、見つけた、恐竜の足跡だ。なんだって。よくやった。マサオ、そこへ案内しろ。
一体どこに足跡があるんだい。確かにここに。それでこの黄色い実を。おい、マサオ、本当に足跡を見たのか。なんかの間違いじゃないだろうな。そんなことないよ、本当にこの目で見たんだ。今のスコールで流されてしまったのかしら。しかし空から操作しても何も見えなかったし、電波探知機にも引っかからなかったんだぜ。でもね、僕は見たんだ。どういうことなんだろうな、ジョージ。お、インド空軍に通じたらしいぞ。よし、全員戻るんだ。こちら、ボンフリー号。先ほどの恐竜発見の報告の確認をお願いいたします。何の確認ですか。いや、ですから先ほどインド洋上の小島で恐竜を発見したという知らせです。当方ではそのような報告はしておりません。なんだって。でも恐竜は確かにいたんだよ。なあマサオ、気を悪くしないでくれ。誰だって間違いはあるもんさ。でも僕は間違えてなんかいない。でもなマサオ、我々は空からも島中くまなく探したんだし、沼の中は最新式の水中レーダーで探したんだ。これ以上この島で探す場所があるはずがないな。うん、それは君が優秀なボンフリー隊の隊員であることはみんなが認めていることだ。今日のことは忘れた方がいい。さあ基地に戻ろう。ボンフリー号、オッケー。ハリーバード、どうだ。出発60秒前。了解。なあボン、僕たちは確かに恐竜の足跡を見たんだ。なのにみんなは分かってくれないんだよ。このまま帰ったら僕らは恐竜を見捨てることになってしまうんだ。ボンフリー号の名誉にも関わるんだ。レディ、ボンフリー隊が帰っていきますぜ。ということは、奴ら恐竜を発見できなかったんだな。ちきしょう、せっかく騙してボンフリーの奴らを呼び出したっていうのに。おや、どうしたんだ、ジュリー。あの子は。僕は絶対に見間違いなんかしていない。恐竜はこの沼に必ずいるんだ。必ずこの実を食べに来るさ。Oh!
それ以上近寄ったら命はないわよ。くそ、お前は誰だ。私はレディーバトラーよ。レディーバトラー、キングバトラーの娘か。そうか、それで分かったぞ。君もあのバトラーと同じように恐竜の首を狙っているんだな。とんでもない。私は恐竜の首なんか欲しくないよ。なんだって。あんたたちがパパの邪魔をし続けたおかげで私はパパと一緒に暮らすことさえできなかったんだよ。あんたたちと恐竜さえいなけりゃ私たち親子はいつまでも幸せに暮らすことができたの。なるほど、そうだったのか。さあぼやぼやしてないで早く恐竜を引っ張り上げるんだよ。でないとこの子の命はないよ。ジョージさん、やめてよ。マサオ、ブラキオサウルスを引っ張り上げたらこいつらは殺してしまうつもりなんだよ。お黙り。こいつらに恐竜を渡しちゃいけない。マサオ、ボンフリー号の隊員はどんなことをしても恐竜の命を守らなければならないんだよ。ジョージさん。おい、ジョージ、どうするんだ。ジョージ、そりゃ恐竜の命も大切だわ。だけど何をそんなところでブツブツ言ってんのさ。私はあんまり気が長い方じゃないんだからね。分かった、今から恐竜を捕獲するぞ。そうかなくちゃ。でもジョージ、考えてみろ。水中レーダーにも引っかからないやつをどうやって沼から引っ張り上げるんだよ。水中レーダーも効かない場所があるとすれば、おそらくそれは沼の中の横穴だ。しかも水中での動きが魚のように活発なブラキオサウルスが相手だとすれば、陸に追い上げるより他にないだろう。追い上げる？電子ショックだ。マッカールから電子ショック魚雷をブラキオサウルスに打ち込むんだ。一発間違えればジョージ、お前の命もないんだぞ。分かっている、マサオも命を懸けているんだ。俺はやるぞ。ジョージ、追い上げたらあとは頼むぞ。分かったわ。洞窟だ。レーダーが役に立たないはずだぜ。こちらマッカール、断崖の洞窟に奴はいるぞ。今から電子ショック魚雷を発射する。後を頼む。
浅尾、もう少しであの恐竜を見落としてしまうところだった。ありがとう、お前のおかげだ。水中レーダーよりマスオの目の方が確かだってことが分かったしな。いやさすが恐竜学者の息子だけのことはあるぞ。あのブラキオサウルスはマスオ君とジョージの命をかけた活躍のおかげでこれからも生きていかれるってわけね。来週は百竜の王ティラノサウルス、みんな応援してね。